ちゃ。こんにちは、豊さん、はい、昨日の X のツイッターのサイン盗みというのがトレンド入りしまして、はい、あれ何やと思えば、これ昨日の西武対ロッテ戦、ねはい、初回に今井から5点をいきなり取ったというな、そうなんです、スワッという中であったのがセカンドにいたソト選手で、バッターは中村翔吾選手、この時にセカンドのソト選手がこう2回手を払うような仕草をしたと、でその時に中村翔吾選手がヒットを打って点が入ったと、これが今トレンド、はい、トレンドです。もうこれがこれは、まあ、豊さんもちょっとあの見ていただいたんですけれども、その時のが、まあ、見たけど、はい、仮にやってるとしたら、うん、あんなあからさまにやる確かに、まあ分かりやすいですね。いや普通、うん、普通リードを広げたらアウトコース、うんうんうん、ね、そのままだったら落ちるボール、うん、ちょっと戻るような仕草だったら、はい、インサイドとか、うん、まあそのぐらいだったらいいけど、こんな手であからさまにやるか手旗信号じゃないんだからもうあからさま で一応ロッテ側の言い分としては、うん、虫を払っただけ、はいはい、それに対して西武のファンたちはベルーナは虫入らない、いや入る入る入る、ただまあ顔の前では払ってなくて横だったんで余計に虫じゃないよっていう人もいれば、いやだってお前進行方向に虫がおったら嫌や目こんなところについてるんですかいやいや、この前この角度は見えるでしょ、見えます、年取る前はこのぐらい見えてたぞお前視野狭まってきてますね、そうそうそう視野狭まってくるっていう風に、まあ双方、まあ、そうだね、まあ、あるんですけど、まあでも俺はやってないと思うよ、うん、あからさまにそんなことはまずしないと思う、うんうん、しないし、今への立ち上がり見てたら初球、はい、岡をひっくり返すぐらいのなんか抜け球来たんだよ、はい、でその後見たらユニフォームに血がいっぱいついてたんだよね、うん、だからまあだからどっかでその後登板したっていうのは豆ではなく、うん、こう投げた時に爪かなんかでこう切ったと思うんだよね、うん、だから明らかに最初立ち上がりっていうのが悪かったし、血だらけなのに古賀が行こうとしたら来なくていいって、うんうん、戻して、まあ、投げ続けて5点取られたんだけど、うん、まあ、あの時に なんで治療しなかったかなっていうふうに、今井投手もそうですよね、うん、で、まあ、投手出身の解説者に聞いたら、うん、点取られた後に治療してたら、その治療がなんか言い訳じみてて、なんか嫌なんだよねっていう心理的なことは教えてくれたけど、いやだけどあれだけ血が出てるんだったら、うん、やっぱあの治療はすべきだし、はい、あとはなんかこうマウンドにコーチが行った時にでも強制的にでもやっぱちゃんと治療した方がいいって、はい、うん、間も空けられるし、なんでそういうことをしなかったのかなっていうふうに思うよね、うん、逆にそっちの方が豊さんはちょっと疑問に思ったんです、ね、いやその方が疑問だよサインよりもなんでそんな堅くなに治療しないのかなっていう、なんだったんでしょうね、やっぱりこのイニングが終わるまでっていうところが何か責任感と感じたのか、うん、まあまあそうだね、うん、それとやっぱり点を取られた後に治療に行くと言い訳じみてて嫌だっていうね、誰もねそんなこと思わないんだけど、そんなこと思わないんだけど俺が聞いた投手出身の解説者の人はそう言ってた、はい、あそうだったんですね、うん、だあのイニングでいろんなことがあったってことですもんね、うん、だから俺はなんかそっちの方が気になってて、はい、それももちろんモニターで見てたけど、はい、こんなことは気がつかなかった、ね、ああちょうどね抜かれてるテレビのあのね言っとくよ、はい、今井は調子よければ、うん、こんなことやったってね、そんな簡単に、うん、あんな連打が続いて、うん、5点も失うようなピッチャーじゃないよ、うんうんうん、だから俺はやってないと、やってないっていうかやるとこあるか俺は戦術としてやらなきゃいけないんだったら、はい、もうこそっとやるしかない、もう本当にわからないようにってことですね、うん、でも言えば審判の方もそうやって周りが見てて、うん、あれはっていうふうにファンが気がつくんだったら、うん、審判がまず注意しないとな、本来そうですよね、絶対試合を止めてまでも、うん、何やってんの？いやお前何こう紛らわしいことやってんだって、うん、やっぱり止めてまでも言わないと、うん、だからそこら辺もなんかこう審判の方はちょっと見落としてるのかなっていうような感じがするよ、ね、最近そうですよね、審判の方そこストップかければいいのに、そこちょっと言いに行けばいいのにっていうのなかなか、そのやっぱ時間短縮を気にしたりしてるのか、短縮はいいけどさ、うん、気がついてないんだと思う、あそういうことか、
そこまで目がいってないってことですよ、ね、いや厳格にやる割にはさ、気がついてないことはたくさんあるんだよだってさ、コリジョンって決めてんのに、ホーム隠してるやつもいるからね、ボールによってそうか、いやその、まあ、なんでリクエストしないんだろうっていうのが、はい、まあそういうこともあるんだけども、うん、でも外の動きっていうのはまあ確かに 見たけど、うん、明らかに不自然というか、うん、動きはしてるけども、これは直接そのバッターに伝達してるサインでは俺はないと思う。逆に例えばそういうサイン盗みでこうして球種を教えたところで、それってあこの球種来ると思ったら打てるんですか、バッターで。それを言ってるファンの人、いやまあ芯に当てることは意外と確率的には高くなるよね、うん、で芯に当てるっていうことはヒットになる確率がまあ高くなる。例えば次変化球来る、ストレート来る、例えばなんか、でもそこまでキャッチャーの解読できてないと思うよ、サインは。まあそうですよね。いや だってセカンドランナーになってくると、うん、サイン変えるもん、あやっぱどこも、まあ、例えば1がまっすぐ、2がカーブみたいな、うんうん、3がシュートで、4がスライダー、5がフォークだとすると、うんうん、そんな単純なサインになんない。セカンドランナーにが出た時点で変えたりもするんですね。だからアウトコース、インコースっていうコースは教えられるけど、うん、今キャッチャーがね、構えるのが早いから、そうですよね。それと真ん中に構えたらほぼ落ちるボール、うんうんうんね、これもうモニターでもろ分かるからああ真ん中構えてね、膝立ってたみたいな、はい、こう構えがちょっと変わったって言ったら、まず間違いなくフォークボールだよ。それはセカンドランナーとして板が見えるものですか。いや見える見える、なんで真ん中に構えてるのみたいなそれとか、それとかこうグローブをこうあれした時にこっから見える時があるよ、見えるピッチャーもいるよ。ああそうかそうか、うん、それって例えば外だな内だなっていうのはセカンドランナーが教えれば、それが外だったら例えばおつけいくとかそういうことはできるってことですよね。できるできる。いやコースが分かったら楽だよ。やっぱそうなのか。そりゃ楽だよ、そりゃ楽勝だよお前。楽勝なんです、ね、楽勝楽勝っていうことは、そうなのか、打てるっちゃ打てるのか。あだからまあその確実に打てるかっていうとそうではなくても、本当に芯に当てることは可能だよね、プロのバッターだったら。だからまあ今打球速度が180キロとか170キロとか言ってるじゃない、うんはい、これはやっぱこう分からなく打って、凡打の球っていうのはまあ140とか、うん、そんな打球しか飛ばない、うん、そうなってくると野手が追いつくじゃない、はい、でも180キロ170キロって追いつかないからな、なかなか。そうですよね、すぐそばでも、うんまあ、そういう確率は上がるということで。だから結局昨日のは、まあ、おそらくもうやってあんな分かりやすいことはしていないだろうと、サインで、サイン盗みで。ただやっぱり審判の方がちょっと何か、いや気がついてくれればね、もうこういう疑惑も生まないしさ、うん、そうですよね、うん、やっぱあの一番最近のところで言うと、村上選手があの阪神戦の時にこう言いに行ってちょっとこうね揉めたっていうのがやっぱり皆さん記憶に新しい。あだからあれもなんていうの、動きですよね。こうね、近本もショートの動きが目に入ったのかもわからない、あショートいるよみたいな、うんうん、こんな感じでやったのがそういう風に取っちゃったっていうね、うんうん、サインを盗んでるみたいな。でもね、普通常識で考えてみ、はい、俺悪いことするよみたいな感じで堂々ってはいこっちみたいな、こっちみたいな、はいこうやって真ん中ですみたいな、落ちるボールですみたいな。だからあからさまにこうやってやってるわけだから、そんな絶対ないって。組織だってやることに対してやっぱりそこら辺に機密性があって、絶対わからないようにやるんだったらやるってことですよね、と思うよ俺は。あんなあからさまに外がやっぱ虫かなんかがちょっと気になるものがこう目に入ったんだと思うよ。ああやっぱりそうか。ああ豊かさんの時代ってあからさまなのってありました？俺らの時代っていうのは、うん、各球団やってたような感じだね、うんうん、でもなんかで俺らは全くそういう文化がなくて、太陽って。あそうだったんですか。そう、もうこれはもう名誉のために伏せるけど、はい、ある監督、優勝監督が、はい、太陽に来た時にそれをやろうとしたんだよ、うん、はい、でも免疫がないから全く集中できないんだよええみたいな、こんなことやってたの他の球団は。野球に専念できなくなっちゃうわけですね。でもある球団は優勝した時に、うん、まあ、それをやっていて、はい、これをやってまで優勝したら人生変わるぞみたいな、うんうん、だけど俺の誇りは全くそういうことがなくて率を残したし、はい、まあ、ヒットもそれなりに打ってきたしっていうのが誇りではあるけどもね。そうですよね、うん、
だからまあそれはその現場の声からちゃんと聞いたからね聞いたから嘘ではない、ね、そうですね、事実として、うん、で他の球団も優勝した時にはそれはやってたと。メジャーリーグでもありましたからね、結局メジャー、俺が首位打者争いをやってて負けた人間もやってたという、ね、まあまあだからまあそういうのは、うん、例えばバレなかったら一つの戦略だから、結局そうなんです、まあ、例えば、うん、やっぱり生きるか死ぬかって言った時に、うん、孫子なんかは、うん、一番いいのはスパイだっていうんだよね、相手を送り込んで、はい、相手の情報をこっちが全部もらうっていう、うん、ね、例えばブルペンで誰が投げてるかっていう予想先発の時なんかありましたね、ね、ブルペンにわざわざ行かして、はい、グランド整備のやつをで誰が投げてるのって、はい、誰と誰ですみたいな、うん、じゃあ今日の先発はこれだなって割り出して、うん、スタメンを決めるとか、はい、まあ、そういうこともあったんだよね、うん、昔はね、うん、だから、まあ、それも俺は戦術の一つだと思ってたから、うん、はい、だからできないのが逆にアホで損したなみたいな、やったきゃよかったな、もうちょっと順位上に行けた、いや行けたんじゃないかと思うよ。そうですよね、うん、いやだからカパカパよく打つなと思ってても、まあ、そういうことが裏にあったんだなと思うと、うん、まあ、それはそれでバレてなかったらね、そう、まあ、そうなんですよね、一つの戦略としてね、なるわけ でもそれを罰則として持ってるわけではなかったでしょ、昔は。そう、もちろんそうですよね、 それが何かバレたら罰則とかは特にないですね、なかったでしょ、うん、だからまあ段数表とかね、あ、なんか聞いたことあります、うん、だからもうサイン盗みされないように、うんうんうん、そしたらバカ言って、うん、そんなもん丸写しにできるだけのカメラぐらい設置してたよって言われた時にはゾッとしたけど何だったのって全部よ、ね、だからうちのピッチャーなんか全部牽制するんだよ、うん、で俺もなんで牽制するのかなと思って全員の段数表が違ったんだよ。やだもうダメ、だからキャッチャーもこうみんな違う、キャッチャーも首かしげてもう一回出したらまた牽制って4回ぐらいあったんだ、でまた5回目も一緒やなと思って、また牽制があったらまた牽制したからちょっとタイム取って取ったみんなで合わせてえこれなお前違うやんお前一人だけってベンチこうやって呼んでみんなで違うとか言ってそしたらこうやって走ってきて3枚こうやって渡して本当ですか、俺もつけてたから本当ですか、本当、まあ、そういうこともあったよ結局だから弱いチームは弱いんですね、何やってもね、弱いチームは弱いもう組織がガタガタなの、そうなんですね、まあまあでもねそれはね悪いって言ってるんじゃなくて、はい、それが卑怯だと言ってるんじゃなくて、うん、それだけの思いで戦ってたし、はい、正々堂々っていうことには反するかもわからないけども、うん、でもそれも俺は勝負の一つだと思ってたから、はい、今はねまたそうですね、やっぱ時代も変わったし、うん、やっぱクリーンなイメージでね戦わなきゃいけないというね、うん、まあそういうこともあるし、はい、まあだけどそれでねいい成績を残してとか、はい、優勝できたとか、うん、まあ、それは一つの戦略勝ちだよね、まあ、そうですね、裏を返せばそうなりますよね、そうね、我々は負けてました結局びっくりした、え、そんなことやってんですかみたいな、なんかお前ら知らないのみたいな、逆に一チーム取り残されてたような感じだったんですね、そうなんだ、そうか、でも俺はあんまりそういうのは好きじゃなかったな、うんうん、なんか正々堂々とっていう、まあそれが正々堂々となのか、うんうん、それとも一つ見抜くっていうことも技術の一つなんだよね、うん、サインを解読するとかさ、はい、癖を見抜くとかさ、うん、だからサードコーチャーで優秀な人がいて、うん、俺がサインとか全部わかるから、はい、こうやって握り替えの時わかるから、うん、全部出してやる、うん、だから俺の方見ろみたいな、うん目線が違うとこだから目線が違うやつなんか結構いたりしたよ、昔もう抜けばすぐ分かりますね、えピッチャー向いてないじゃんみたいないやピッチャーは多分分かると思うよ、あれなんでどこ向いてんだこいつなんかあるなってすぐ分かりますね、こんなやつ見てサインあ分かんねえとかあれみたいなストライク
昔の野球って面白かったんですね。いや面白かったと思うよ、そういう面ではね。ね、ただね、癖とかね、大谷投手もね、結局あの癖があって相手チームに読まれてたので、まあ、舌がペロって出ちゃうとか、ね、なんかね、そういうのもありましたけれども、はい、まあまあまあ、ちょっとね、なんか疑わしかったら、例えば審判がそれを見てたら、まあそうだね、うん、やっぱこう疑わしきはもう今は罰せろっていうことだから、うん、審判の方がね、はい、すぐ注意すれば、うん、騒ぎにならないから。そうですね。そして外のあれはおそらく、まあ、ベルナに蚊が入ってきたんだろうっていうところですね。まあ、蚊かなんかね、うん、虫だよ。虫か、なんか嫌な邪気を払ったとかね、そうだね、そんな感じです。はい。